ではここからは為替相場について岡三証券の武部さんに伺います。武部さん、よろしくお願いします。はい、武部です、よろしくお願いします。さて、この時間のドル円ですが152円40銭台、円は今日ここまでの安値圏となっています。まずは為替相場、ここまでの振り返りからお願いします。はい、1日の日の金曜日ですね、アメリカの雇用統計、ちょっとびっくりするほどのね、後退というんでしょうかね、労働市況の過熱感が低減していたというところで、ちょっとこうドル売りが強まった経緯がありましたけれども、足元は米国の10年債利回りの低下 4.26% 台ぐらいまで下がってまいりましたのでね、こうしたところがちょっとドル安円高になっているのかなというふうにして見ております。どちらかというとここまででございますけれども、アメリカのいよいよこう大統領選挙と上下の両議員の議会選挙始まりますけれども、レッドスイーブ、いわゆるトランプ大統領誕生で上下の両院ともに共和党が勝利するというレッドスイーブに少しですね、トランプトレードというところで米国債売りのドル買いが優勢になっていた。そしてドル指数もね、4ヶ月ぶりぐらいでしょうかね、高水準だったんですけど、そこに対するちょっとこう調整というんでしょうかね、確かにトランプさんはですね、オッズ、日本ではこれ違法でございますが賭けですかね、ここのところにおいてはトランプさん優勢、ないしはトランプ関連銘柄も上昇していた。でただしですね、今度、世論調査などで見ますとハリス陣営の方も結構優勢でございますので、ね、そうしたところでちょっとこう突出していたトランプトレードの巻き戻しがドル安円高になったのかなと、足元においてでございます。今日は、ね、3連休明けの五等日でございますので、ちょっとこうドル不足というところが意識されての足元151、現行の水準ですね、大きな差はないのかもしれませんが、現行の水準のところでですね、推移しているのが今直近の足元なのかなというふうにして見ております。では今日の為替相場あらなう注目ポイントをお願いします。はい、今日の注目ポイントですね、暴力的なアメリカ大統領選挙というところなんですけども、今151円台の前半のところでドル円相場の方は推移しているわけですけどもね、一方でこのちょっとこうやっぱりどうしてもこの、アメリカ大統領選挙、これ意識しないわけにいかないと思うんですけども、白昼してますよね。トランプさん、ハリスさん両候補のこれ白昼する中で、基本的には政策が焦点になるのが大前提なんですけども、やはりですね、このちょっと一部な過激なという言い方をしたらいいのかしら、ちょっとこうね、適切な言い方になるかもしれませんけど、過激な有権者、やはりですね、その今回の選挙の結果を良しとしない、それぞれの過激な有権者、政治的にやはり異なる考え方を許容しないとして暴力に訴える可能性があるんですよね、政治的暴力を強める可能性があると。で一部報道ではですね、もうすでにこうしたところでの政治的な暴力50件を超えているというような報道ございます。思い起こしていただければと思いますけども、7月はトランプ陣営に対してトランプさんに対しての狙撃事件ありました。あと9月にはゴルフ場での暗殺未遂事件というのもありましたけど、一方でハリスさんに対してもですね、アリゾナ州の選挙事務所に複数回銃弾が撃ち込まれるだとかですね、あとその他には選挙自体への不信感というところではワシントン州などの投票箱に火がつけられているというのが、報じられています。両候補さらにですね、報道出てないにしてもいろいろなところの事務所でおそらく多数の嫌がらせだとか電話だとかメールだとか脅迫も多数あるんじゃないかなと思います。そうなりますと選挙ですけどもね、特に接戦を繰り広げられた州だとか地域ほど結果を受け入れられないとして政治的な暴力リスクが高まる可能性、ここがちょっと考えられます。そうなりますとマーケットもですね、ちょっとこう米国投資というのをためらう動きが出てくるかもしれませんね。米国市場のこの、米国の分断というのがですね、市場を萎縮させる可能性もあるんじゃないかというところで、そうした動きが今日のポイントとしてはちょっと事前調整に強まるんじゃないかというところで挙げさせていただきました。選挙が終わった後もアメリカの情勢に注意ということでした。ではそうした中、今日のドル円予想レンジはいかがでしょうか。はい、151円の60銭から152円の50銭と、先ほど申し上げましたようにちょっとね、中値の不足があったようでございます。今152円台の前半に乗っかってますけども、このままの情勢で選挙関連の報道のところまでですね、行くんじゃないかというところで、ちょっと大きな動きはドル円の相場の方は萎縮するんじゃないかというところでの予想レンジでございます。今日のドル円予想レンジ、ご覧の通りとなっています。ではその他の注目の通貨、今日は豪ドルということですね。
はい、ちょっとねテクニカル的にはドル円相場もまあ同じなんですけどもね、オーストラリアドル円相場の方も200日移動平均線というのが非常に注目されております。200日移動平均線というところで、まあ、ドル円相場はですね、まあ、151円の50銭水準なんですが、オーストラリアドル円相場の方では101円の、60銭水準のところがですね、推移しておりまして、これ10月はもうほぼほぼこの水準間から横ばいなんですね。そうした中で本日ですけども12時半にオーストラリア準備銀行の金融政策決定会合はございます。おそらく 4.35% で据え置きだと思うんですが、7月9月のオーストラリアの CPI 消費者物価指数、前年比でですね 3.8% から 2.8% まで鈍化しました。それと9月期の CPI、 これも前年同月比でですね予想が 2.9% だったのが 2.8% と確かに鈍化しているんですが、CPI のトリム平均というのがございます。これがですね 3.5% と RBA オーストラリア準備銀行が施行しているインフレ、ターゲットというのが 2% から 3% なんですよね。まだまだ全然高いわけです。そうなりますと今日据え置きとは見ておりますけども、ブロック総裁、これをどのような形で判断をするのか、まあ、利下げは急がない、逆に急げない、ないしは利上げを示唆するような形になってきますとですね、ちょっと、まあ、利上げの示唆まではちょっとサプライズになってまいりますけれども、5ドル高円安というような基調は変わらないのかなというふうにして見ております。101円の60銭水準ちょっと超えていくようですね。102円ないしはさらなる5ドル高円安ちょっと警戒されますので、今日の12時半ですね、オーストラリア準備銀行の金融政策会合、そして総裁のご発言見解、ここにちょっと注目したいというふうにして思います。ここまで岡三証券の武部さんでした。武部さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。